こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、女性の永久避妊法、外科的な手術による避妊法、卵管結紮についてお話ししたいと思います。頑張れんでいいで、適当でいいで。はい、もう子供産み終えて、もうこれ以上産まないよ、子供は2人で終わり、子供は3人で終わり、産み終えたよっていう人たちが、じゃあ次の妊娠しないようにきっちりね、やっぱり家族計画しないといけないですから、どうしようかな、まあ、いろんな避妊法がありますよね。コンドームを使ったりとか、ピルを内服したり、子宮内にね、避妊具を入れたり、まあ、いろんな方法があるんですけども、その中でもう絶対絶対ピルとかで飲まなあかんし、飲むの忘れたらあかんしとか、コンドームも毎回しなあかんしとかあるんですけど、そうじゃなくて、もうお腹の中の卵管をこう結んじゃうっていうね、手術的な方法っていうのは、もうこれ永久的な避妊法として、まあ言うたらあんまりもう気使わずに、もう二度と妊娠することはないっていうね、いい方法でもあると思うんですよ、もう産み終えた人たちに対してはね。ただやっぱり卵管結紮、いろんな考え方があるので、いいとか悪いとかっていう話ではないですけども、これ卵管結紮ってどんなことをやるのかなと、デメリット、なんか体に負担とかないのかな、卵管をいじるわけでしょ、大丈夫なのっていうね、そういう疑問にお答えしていきたいと思います。で、卵管結紮についての、ご質問いただいているので読んでみたいと思います。3歳の男の子と1歳の女の子を育てていて、現在3人目妊娠中です。1人目の時に緊急帝王切開でのお産になり、2人目は予定帝王切開での出産になりました。今回3回目の帝王切開になるので、避妊の手術を一緒にした方がいいと言われたのですが、詳しい話は里帰り先の病院で聞いてと言われてしまいました。これ以上子供を産むつもりはないので、妊娠できなくなることに抵抗はないのですが、生理や体に変化があるのか、手術にどれぐらいのリスクがあるのか、メリットやデメリットを教えてほしいです。はい、ということなんですけども、卵管結紮、どんな字を書くかというとですね、結んじゃう、結紮って難しい字ですね。こんな風に書きます、結紮って。要は結んでしまう、糸が入ってますよね、糸で結んでしまうよみたいなね、そんな風な名前がついてるんですけども、まず卵管っていうのはどこかというね、根本的なところからいきますけども、卵管っていうのはここです、ここです、ここの部分を卵管と言います。これ子宮ですね、子宮があって、これ女性の体、これお腹の部分こうあって、子宮があって、ここ膣があって、この2つ、こっちとこっちが卵巣ですよね、卵巣があって、でこの子宮からつながって卵管っていうのが左右にこう伸びてて、卵巣とつながってるんですよね。で私たち女性は1ヶ月に1回この卵巣の中で1つだけ卵子が育っていって、選ばれた卵子が育っていって、これが月に1回この卵管の方にポンと飛び出します。これが排卵です。で排卵したこの卵子は、この卵管のこの手みたいな、このふさふさしたやつ、これがこの卵子をヒュッて受け取って、子宮の方に向かってどん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 こう進んでいく、その過程でたまたまセックスが行われて、こう精子がこう入ってきましたと。だからこの精子がずっと進んでいって、この卵管の方に進んでいって、この卵管の中で精子と卵子が合体する、これが受精ですよね。受精卵になったこの卵ちゃんは、細胞分裂を繰り返しながら子宮の方に向かってどん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 旅をして、で子宮にだいたい受精してから1週間ぐらいかけて、この子宮にたどり着いて、でこの子宮の壁に受精卵が潜り込む、これで妊娠成立っていう風になります。避妊ってなった時に、要はこの精子と卵子が出会わなければいいわけですよね。出会ったら
受精しちゃうから、だから出会わないようにこの2人の通路であるこの卵管をなんかしちゃおうかという、それが卵管結紮なわけですよ。方法いろいろあるんですけども、一つはですね、この卵管のところに、これをね、このね、丸っこいでクリップじゃないね、これ輪っかのリングみたいなのがあって、このリングでここをこういう感じですよね、こういう感じでここをリングみたいなものでこうパコンと塞いじゃう、リングを止めちゃう、こんな方法やったりとか、あとはクリップパコってクリップみたいなのでここをこうピシンって止めちゃう方法とか、あとはこの卵管自体をこっちでくくる、こっちでくくる、2箇所くくってその真ん中をプチって切断する、2つをだからバラバラにしちゃうっていうような方法とか、あとはね、電気メスでここをこうジューって管を塞いじゃうっていう電気メスの方法とか、4種類ぐらい方法があります。で、大抵は出産の時に、帝王切開の人たちは結構もう2人目3人目の帝王切開の人は卵管結紮もやるっていうのを聞かれるかなと思います。私も聞かれました、12人目の時にね。で、帝王切開の時はお腹開いてるでしょ、でお腹開いてこの赤ちゃんを取り出すっていうのをするので、まあ、言うたら開いた時に卵管はもう目の前にあるわけですよ。なのでついでやから、そのついでにこの卵管結紮パッと簡単にできるんですね。帝王切開よりプラスあと15分ぐらい時間、ついでにできちゃう。で、さらに、まあ、赤ちゃんと一緒に、まあ、卵管結紮もやったとしても一緒に退院できて何の負担もないんですよ、帝王切開の時にやっちゃうと。なので帝王切開ついでにどうするっていうのを聞かれたりします。で、あとはね、経膣分娩でもこれ実はできるんですね。経膣分娩の産後1日目から2日目ぐらい、その時がすごい狙い目なんですよ。というのも、通常この子宮っていうのはもう下腹部の下の方に卵の大きさぐらいのちっちゃいちっちゃい子宮っていうのはあって、だいぶこの おへその位置よりも下なんですね。だけど出産直後の経膣分娩の1日目翌日ぐらいっていうのはまだこの子宮がね、産んだ後まだ妊娠8ヶ月ですかみたいなお腹やったでしょ、あんな感じで子宮がまだ大きいんですよ。ということはですね、ちょうどその出産直後のお腹、この卵管の位置がね、ちょうど皆さんのあなたのおへその位置にほんの少し、おへそのところにちょっとだけちっちゃな穴をピュッて切開を入れてね、でそこからね、こうね、内視鏡的にちょうどこの辺にあることになるんですよ。妊娠する前、妊娠してない時のおへそはもっと上の方にあるわけ、子宮もちっちゃいから、これ大きくなってないから。でも産後すぐはこのおへそのところをちょっと切開して見てあげると、もうその真下に卵管がちょうど来てるっていう高さがバッチリ合うんですよ。なので、経膣分娩の場合でも産後1日目2日目ぐらいの時やったら、ほんまにおへそのところをちょろっと切るだけやから、傷も全然わからへんようになる、めっちゃ簡単に手術ができるから、卵管結紮できるけどどうするっていうようなことを聞かれたりもします。で、まあ、産後であったり帝王切開の時じゃなくても全く関係ない時でも卵管結紮はできるんですけども、ただその時はおへそのとこ切ったって、おへその真下に卵管ないんでね、もっと下の方なんで、ってなると下腹部の一部ほんまにちょっとやねんけどね、少しだけちっちゃく切って、そこから手術をするっていうようなことをします。で、帝王切開の時は、まあ、麻酔かかってるから何もないんですけど、経膣分娩の後の産後1日目2日目にする時には、麻酔は、腰椎麻酔、局所麻酔ですね、腰の部分だけの麻酔、もしくは全身麻酔でやってもらえることもできるんだけど、まあ、どっちでもこれ選べるっていう風になります。妊娠していない子宮がちっちゃい、卵管の位置が低い時の卵管結紮に関しては、これは一応まあ全身麻酔が基準になってくるかなというふうに思います。でもまあ入院期間は数日やしね、そんなに大層な手術じゃない、全然ほんまにリングかけるかクリップで止めるかで結んで切るかで電気でジュッてするかっていうだけの話なんでね、そんな全然大変なことでもないし、その手術をしたことによって何かこう感染を起こしたりとか、術後の何か大変な命に関わるようなことっていうのはエビデンスとしてはそういう事例っていうのは一例もありません。なのでそれは安心して受けてもらっていいかなというふうに思います。で、体に変化ないんかな、ホルモンとか大丈夫なのとかね、あとは性生活に何か支障をきたしませんかっていうのをよく聞くんですけども、まずホルモンを分泌する、女性ホルモンを分泌するところっていうのはここです、卵巣。ここが女性ホルモンを分泌するんですね。卵管は関係ないんですよ。
全然。だから卵巣さえ残っていれば女性ホルモンの分泌っていうところで支障をきたすこと、だから体調を崩すことっていうのは一切ありませんので、卵管別に切除したりとかくくったりこうリングかけたりっていうことをしたところで何の影響もありません。でセックスの時の影響っていうことも別に女性ホルモン変わらへんし、この膣周りこの辺を触るわけではないから、触るの卵管なんでね、全然関係ないので別にしてもらっても何もない。だから要は術後にその避妊っていうこと以外の体の変調やったり変化であったりっていうものはまずありません。で中にはですね、なんかね生理の周期が卵管結節をすることによってちょっと狂ったみたいな、そういうことを言われることがあるんですけど、これも私ちょっと調べてみたんですけど、エビデンスとしてはやっぱりこのホルモンは卵管からではなくて卵巣から分泌なので、この卵管結節をすることによって生理の周期がなんかおかしくなるみたいなことっていうのは、やっぱ医学的に普通に考えてそれは関係ないやろうという、それが今の医学のエビデンスになっています。だからそこも気にしなくてもいいかなということやね。こうやって結んじゃったりする、ここでだからせき止められるから、ここで精子がこっちから流れてきて、ここでせき止められる、卵子はこっちに向かおうとする、精子はこっちに向かおうとする、でもこことここでここで塞がれてるから、この精子と卵子が出会うことはないというね、それが卵管結節なわけです。でももう産まないと思っていても絶対それっていうところが、私的にはこれごめんなさい、私の考え方なので、別に卵管結節するのは全然いいんですよ。だって海外なんか30代とかになってもう産まないって決めた海外の女性たちなんか卵管結節の方が普通ですからね。こんな当たり前にみんなやりますからね。日本人みたいに、でも そんなんでもなんかなるべく医学のそういう医療介入はしたくないとか言うてんの日本人ぐらいなんで、海外なんか普通にこれやりますので、それは全然いいと思います。家族計画をちゃんと自分の人生設計をきっちり考えるっていう意味では、卵管結節っていう方法はもう産み終えた、もう年齢的にももうないっていう風に考えた時にはすごく有効な賢い選択だと思いますので、全然いいんですよ。ただこれ私の考え方ね、もう産まない、3人産んだからもう産まない、絶対なんかそれっていうのがあるんですよ。というのも私まず5人目の時に卵管結節するっていう、産後すぐにね産んで経血分娩やったんですけども、5人産み終わったからもう先生がもう明日僕オペピやけどやるって言われたんですよ、分娩台の上で。ほんで産んだ直後にめっちゃハッピーな気持ちの時に分娩台の上で言うかとか思って、でその時もなんか私的にね、産めなくなるのと自分が意図的に産まないのはなんか感覚が違って、まあ産後すぐでちょっと情緒不安定になってたっていうのもありますよ。でもなんかね、そうやって言わもう産めなくされるっていうのがなんかちょっとうってきたんですよ。ほんでその時、いや先生でも5人産んだけど何があるか人生分からへんからやめときますって言って断って、ああそうかって言って、ほんなら6人目できひんように気ぃつけやって言われたんですけどね、その時も6人目産んだらあかんのかと思ったけど、まあでも5人目の時はそれでお断りをしたんですよ。で、10人目の時にも産んですぐに卵管結節どうするって、もう10人産んだし、もう、ね、年齢も私その時40やったんでね、産後ちょっと出血を起こしたっていうこともあって多産やからね、もうこれ以上産んだら子宮がもう疲れてるからもうしんどいからやめといた方がいいよって言われて、でもまだ40歳やから妊娠の可能性はあるから卵管結節やるって10人目の時も言われたんですね。その時はさすがにその産後すぐ2時間の間に子宮出血を起こして大出血を起こして、もうちょっと命に関わるような感じのことが起きたんですよね。それもあったので、もう40やし10人きりよく産んだしもうないよな私の人生に思ってたから、卵管結節もありかなともちょろっと思ったんですけど、でもなんかね、でも人生何があるか分からへんやんな、なんか思って、やっぱり先生やめとくって10人目の時も断ったんですよね、40歳の10人目産んだ私、だからその選択が正解不正解という話ではないですよ。でもその時なんかそう思ってやめたんですよね、卵管くくらなかったんですよ。ほんならその直後にまさかの離婚でしょ。でマークとの出会いがあって、40代になってからその新しいパートナーであるマークの子供がど
うしても欲しいってなって、あの10人目の時に40歳で10人産んだからっていうそういう理由でね、もう人生でもう出産はないやろって決めつけてね、もし卵管結紮やってたらですよ、今トトちゃんとネネちゃんこの世の中に存在しないんですよ。私42歳と46歳で2人産んでるのね。って考えたら、もちろんその高齢出産高齢妊娠でめちゃくちゃリスク高いことやから、それを進めるっていうことではないよ。それも心の準備ある程度の覚悟っていうものが必要やしね、それがいいっていうことで全然ないですよ。できれば40歳までに産み終えてほしいよ。だけど本当人生って何があるか分かんなくって、医学的なリスク年齢的なリスクっていうところだけで産んでもいいとかあかんとかっていうのは決めれないと思うんですよね。いろんな生き方があるからって考えた時に、私やっぱりあの時卵管結紮しひんかったから40代になって、あと2人もこんなに可愛い子供を授かることができたって考えたら、フランでよかったって思いました。で12人目の時にもう46歳12人目帝王切開もういいやろっていう話ですよね。でもその時も帝王切開でお腹切ったから主治医の先生に聞かれました。もうくくるって言われました。で私お腹開いたままくくりませんもう何と戦ってんねんっていう話だけどね、先生も苦笑いして、もそうかって言うな、やめとくなって言って、あの卵管結紮しなかったんですけど、せっかく帝王切開でお腹開いてるのにね、くくらへんかったんですけど、まあそんな卵管結紮も死んでももう46歳47歳自然妊娠まずないやろうなと思うけど、でもね、さっき言ったみたいに人生何があるか分かんないじゃないですかって考えたら、置いときたかった私は。ね、この卵管結紮っていうのだから、あのしようかなって思う人はよく考えてほしいなっていうことが言いたいわけですよ。あのもう産まない、もう38歳だし、もう3人産んだし、3回帝王切開したし、もうないからってくぐっちゃった。でもその後もしかしたら旦那さんと死別することもあるかもしれない。私みたいにまさかのみたいな離婚劇があるかもしれない。その後に新しいパートナーに出会うかもしれないってなった時に、後悔しない自分であってほしいっていうことをすごく思います。だからほんまにくくっていいんやなっていうことをよく考えてほしいんですよ。ごめんね、なんかこんなん言ったらなんかくくらない方向になんか誘導してるみたいに聞こえて、そういうことじゃないんですよ。だから海外ではバンバンやるしね、だからよく考えてねっていうことが言いたい。一応卵管結紮した後にまたやっぱり産みたいってなった時、一応これはね、このリングを外したりとか、あのもう一回これを通過できるようにできる再建術というものはあるんです。でそれで妊娠できることもなきにしもあらずなんですけど、ただやっぱり自然妊娠っていうのはかなり厳しくなると思ってほしい。再建したところでなかなかやっぱ難しいです。でもね、あの妊娠できないかったらできるんですよ。方法としてはだから妊娠に至るまでにこの卵管を使わなければいいわけですよ。この卵管で精子と卵子が出会うという自然妊娠は無理だけど、体外受精であったり顕微受精で受精卵を先に作っておいて、この体の外で受精卵を作っておいて、それを人工的にこの子宮の中に戻してあげると、育っている内膜に着床させるというね、体外受精、あの顕微受精、こういう不妊治療やったらこの卵管関係なしに妊娠は可能なわけですよ。なので卵管結紮した後どうしてもっていうことをやったら、まあ、自然妊娠はちょっと厳しいかもしれないけど、妊娠できる方法としてはこういう方法もあるよという、あのそれも知っておいてほしいなというふうに思います。であとは、まあ、ピルの内服であったりとか、あと子宮内に、器具を挿入する、まあ、こんなね、なんかね、怒りみたいな、こんな形のこんな糸が出てて、こんな形のやつなんですけど、ここからここのなんかホルモンがこう巻きつけてあって、このホルモンがじわ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 子宮の中でこうね、なることによってこの着床を防ぐっていう、子宮内に挿入するこういう器具っていうのもあります。これあのミレーナっていうふうに言いますけど、あのこういうのも外来ですとできるし、でピルは毎日飲まないといけないけど、まあ、卵管結紮と同じぐらいの避妊効果はありますし、でそれやったらこのミレーナやったら外したらすぐ妊娠できるし、ピルも飲むのやめたらすぐ妊娠できる、自然妊娠が可能やし、卵管結紮は一回やっちゃったらちょっと自然妊娠は難しいよということがあるっていう、そのメリットとかデメリットをよく考えて、あの自分のこれからの人生幸せに暮らしていけるようにっていう家族計画の部分はね、考えてもらったらいいんかなというふうには思います。ということで、まあ、あの冒頭の質問の方は3回目の帝王切開ということだから、まあね、帝王切開は今日本ではまあ3回ぐらいにしとこう、子宮破裂のリスクが上がるからということで3回ぐらいねっていうふうに言われてるので、っていうふうに考えたら、あの帝王切開、今回の3回目の時の帝王切開の時に卵管結紮ついでにやってもらうっていうのは妥当やと思うし、これはもう医学的にも適応やなとは思います。人生何があるか分かんないよっていう部分、そこら辺をよく考えて賢い選択をしていただきたいなというふうに思っています。はい、
12人目産んじゃいました助産師久子の子育てチャンネル、また次のマニアックな動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当でええ。